どうもこんにちは、デジタルライトの根岸です。本日はですね、ちょっと年末年始で皆様にお願いしたいことがございます。はい、どういったお話かっていうと、まあ、この年末年始ね、まあ、実家に帰省されたりすると思うんですけども、まあ、そういった時にね、こう昔のフィルムだったりビデオテープっていうのが見つかったりね、することがあるんですね。まだね、見れる環境があったりすれば、まあ、それをね、こう見たりとかして楽しむことはできると思うんですけども、もう基本的にはね、時間が経ってしまっているので、要はもう健全な状態じゃなくて劣化してしまってるであるとか、まあ、あとは機材等もね、もう壊れてしまったから処分してたりとかして、まあ、見る環境もないっていうのが今ね、大半だと思います。まあ、そういった状態でもね、なんとかできないということで、まあ、見たい方は僕らみたいな返還業者にご依頼いただいてっていう流れはあるんですけども、中にはまあ劣化状態になったものとか、あとはね、健全な状態でももう自分がもう見る必要がないということでね、まあ、捨ててしまってる方が結構いらっしゃると思うんですよね。中に入ってる映像だったりは、まあ、時間が結構経っていて貴重なものだったりもするので、基本的にはね、こう返還をして別の形で残しておくってことをですね、ぜひ選択していただきたいなと思います。で、こういったお願いはね、映画保存協会の方でもしていて、まあ、歳末映画フィルムを捨てないでください運動ということでやってるんですね。放送時等で見つかった 8mm フィルムは、まあ、ご自身にとってはまあ必要がなくて捨ててしまおうっていうものかもしれないですけども、あの、ね、ホームムービーの日っていうことで、まあ、そういった 8mm の上映会をしたりする時があるんですね。全国でやっているんですけども、まあ、そういったところにね、こう提供してもらえませんかっていうことなので、ただ単にね、こう捨ててしまう前に、まあ、こういったところにね、ちょっと提供するであるとか、ちょっとね、そういったところもね、一つ選択していただきたいなと思います。まあ、ちょっと前でもね、 8mm 現像処の機器っていうことで、あの、まあ、クラファンの話してましたけども、どんどん 8mm フィルムとの距離っていうのは出てきていて、 8mm フィルムを見れるっていう状況が本当にこうどんどん貴重なことになっていくので、できればその見れるフィルムっていうのはどんどん残していきたいっていう状況なんですね。なのでぜひですね、まあ、そういった 8mm フィルムちょっと一緒にね、残していってもらいたいなと思います。で、映画保存協会の方で、まあ、家庭でもできるフィルム保存手引きっていうこともね、出てるんですよ。要は今あるフィルムをこうより延命できるようなものですね、こういう風にするといいよっていうことも書いてあるので、ぜひね、そちらもね、参考にしていただきたいなと思います。まあ、こういった状態でね、リールに巻かれた状態であるんですけども、ずっとこの状態だと、まあ、この形で要は巻き癖等ついてしまうんですね。まあ、これをほどいていって、要は逆方向、今度は裏巻き等でこう巻き直してあげるだけでも、まあ、その巻き癖のね、矯正になったりするので、まあ、そういったところがね、簡単にできるところかなと思います。で、あとはこういった、コダックから出てる、まあ、乾燥剤なんですけども、こういったものをね、一緒に入れてあげると、その劣化の進行を抑えることもできます。おそらく大半がなってしまってるとは思うんですけども、要は劣化状態になるものですね。まあ、そういったフィルムの場合はちょっとね、今みたいなこう巻き直しであるとか、そういったことをしてももうね、改善することが結構難しいんですよ。まあ、通常のね、フィルムと違ってちょっと取り扱いも難しいので、そういったものに関しては、まあ、専門の業者に投げてしまうのがいいのかなと思います。うちでもこう劣化フィルム何個かあるんですけど、まあ、状態で言うと、要はのお酢のような酸っぱい匂い、まあ、ビネガーシンドロームっていうんですけども、まあ、そういった状態になります。こんな感じで、これちょっとまだ軽度なんですけども、こうちょっとね、フィルムが歪み出すんですよ。でちょっと硬くなるんですね。でこれはね、まだ柔軟性があるので比較的軽い方なんですけど、症状が重いこんな感じのものになってしまうと、こういう風に要は剥がそうとするだけでバリバリ折れてしまう状態ですね。なので、先ほどのもうバリバリ折れてしまうようなものに関しては、正直言うと僕らでも手の施しようがないものなので、あの、柔軟性があったものですね、ああいったものと分けてこう劣化を進行させないような環境にするってことも大事です。あとはこういったね、リーダーフィルムっていうのがあるんですけど、まあ、これもね、結構劣化状態になるとグニャグニャしたりとか、まあ、これ自体から結構酸っぱい匂いがしたりするんですよ。そういった場合はこのリーダーフィルムは別で新しいものとか売ってるので、ここだけね、取り外しておくだけでも多少ね、その劣化の進行っていう部分では抑えられるかなと思います。まあ、久々にこう開けてみたフィルムがね、全然ね、前と違う姿になっていて、しかもね、こう変な匂いがするとかで、まあ、捨てたくね、なる気持ちもわかるんですけども、まだね、中の映像を取り出せる可能性もあるので、ぜひですね、捨てずにちょっとそういった業者に投げて、まあ、返還するっていうところをですね、検討していただけると嬉しいです。もしこういった 8mm フィルム等でお困りの際は、お気軽にご相談ください。この話が参考になったと思う方は、高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。